友達ママの ABCD がうちに子連れてきた。趣味で集めてる観光地のお土産屋にあるどこにでもあるような指輪を子供が発見して仕方がなく見せてた。実は中に本物も混ざってる。10万円相当。他は300円ぐらいの安物。全員帰宅後に箱を調べたら本物ばかりが4個ない。警察に通報した上で炙り出しメールを送った。しかし、全員が探しに行くよ。という返事で犯人がわからず。警察帰宅後の夕食中にママが来た。時間をずらして結局全員が集合。動きを監視しようにも4人もいるので全員監視は無理。結論から言えば犯人はこの中にいた。発覚したのは監視カメラを仕掛けておいたから。歴代のカメラをハイエイトから最新のやつまで捨てずに取っといてあったから、旦那が各部屋に仕掛けておいたんだ。ママ友たちがいる時間には発見されず、帰宅後に旦那と調べたら、各部屋から4つとも出てきた。テープを再生したら、全員が発見場所に奥シーンが映ってた。何のことはない、みんな犯人だったんだ。示し合わせた共犯かと思ったら、全員単独犯。全員に、指輪見つかった、とメールしたら、それぞれが、〇〇さんはちょっと怪しいね。と、各自の名前入りで返信してきた。全員、犯人のくせに、ずうずうしいったらありゃしない。100個以上のガラクタから、本物を見つけ出した目利きもすごいが、各自が、各自に見つからないように盗み出したのもすごい。被害届は、取り下げて、根回しした上で全員切った。4人で潰し合えばいい。このあたりじゃ、有名な話になったので、これ以上は書かない。誰かに見つかると思うけど、書いたことは後悔していない。あと、引っ越し先を告げずにいなくなってごめん。仕返しがあったら怖いからさ。子供たちも私も旦那も、元気にやってます。皆さんもお元気で。